コナダニ類は、節足動物モンバサミカクアモンクモツナダ、ニモクコナダニヤモクコナダニカと、その近縁のトガに属するダニの一群である。体長0.3から0.5ミリメートル程度の小型のダニで、体は白く柔らかで、短い足がある。様々な食品や、場合によっては畳に発生し、害をなすことがある。最もよく出現するのは、ケナガコナダニである。 背中には細長い毛が多数生えて、それを引きずるようにして歩く。小麦粉、パン粉、ふすま、砂糖やチョコレートなど、様々な食品に出現する。また、梅雨時など、湿度が高い場合に畳に発生する場合がある。秋から春にかけては、室内温度の加工による湿度上昇や、それに伴う窓ガラスの結露などによって、大量発生することもある。食品以外では、 野外においては、動物の糞などに出現するのも見かけられ、菌類や細菌などを食べているらしい。粉ニ類は、卵、幼ニ、前はカダニ、後はカダニ、聖ダニの5段階で生育する。これに加えて、コウノ保守カダニなどのいくつかの種では、ヒポプスあるいは、移動ワカダニと呼ばれる形態が知られている。この形態は、前はカダニが、過酷な温度、湿度環境や、 食料を不足にさらされた場合に出現する。ヒポプスは通常の粉谷とは異なる丸い皿型の体型をしている。体には一つの吸盤があり、足や口が退化している代わりに温度や湿度への耐性が高く、半年程度であれば絶食を生き延びることができる。ヒポプスは他の動物に吸盤で取り付いたり、風に巻き上げられたりして長距離を移動する。 公的な環境にたどり着くと、体内であとはカダニの体が形成され、脱皮した後に通常の生育サイクルに戻っていく。ヒポプスは、殺虫剤等への耐性も高く、粉谷の駆除を難しくする一因となっている。粉谷は、条件が揃うと、わずか1から2日の間に大量発生し、 特に小麦粉にふくらし粉、調味料とを混ぜた、いわゆるミックス粉の方が普通の小麦粉に比べて増えやすい傾向にある。小麦粉などに発生した場合、外見上はダニの姿は認められず、ダニが発生するにつれて粉とダニが入れ替わるような具合になる。やがて粉の様子がおかしいことに気づき、よく見れば粉がすべてうごめいているような有様。その頃にはダニは粉から溢れて、 周囲を歩き回っていることもよくあり、気がつけば壁や机の表面に子が吹いたようになっていることもある。もっとも食品の被害を別にすれば、ダニそのものが人間を害することはない。ただし、ダニアレルギーの原因になることはある。他に似たような被害を起こす種としては、砂糖ダニが、砂糖、小麦粉、味噌などに、ウノ干シカダニや鞘足クダニが、鰹節、煮干し、 きな粉などに発生することがあるが、けなが粉谷が最も広範囲で発生する。発生を防ぐには、湿度をおよそ60から 80%RH、気温を25摂氏30度の条件下で保存しないことが重要である。このため個製品を発売しているメーカーでは、粉谷による影響を中外として冷蔵庫での保存を推奨していることがある。ありがとうございます。